うんやっぱりねまあすごいとしか言いようがないですよねああ何がすごいってまあ八十六歳で百枚書くこともすごいんですけど百、うん、枚求められるっていうことがすごいですよね<ー>まあその正直その百枚全部がすごいかどうかっていうのはわからないんですけど、うん、まあこのクラスになるともう触れたものすべてがね、うん、あの価値を生み出せるので,、うんうん、であと見習いたいなと思うのは 何もしないで過ごす日が多いっていうふうにインタビューでもおっしゃってて、うん、深川さんもその「スマホを置いて旅したら」うん、の中でも書いてましたけど、うん、やっぱりそのなんかこう,手持ちぶたうじゃないですか、うん、でもそれによってなんか最も大事なその想像力っていうものをすごくこう置き去りにしちゃってるような気がしてて何もしないことが重要っていう部分は頑張って見習いたいですね。